イバンマニュエルノバ・グアンスは、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ参加に所属。愛称は、スーパーノバ。2004年7月15日にニューヨークヤンキースと契約してプロ入り。2006年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースでプロデビュー。 10試合に登板して3勝0敗1セーブ、防御率2.72、36奪三振を記録した。2007年は A 級チャールストンリバードックスでプレーし、21試合に先発登板して6勝8敗、防御率4.98、54奪三振を記録した。2008年は A 級タンパヤンキースで26試合に登板して8勝13敗。 防御率4.36、109奪三振を記録した。オフの12月11日に行われたルール5ドラフトでサンディエゴパドレスから指名を受けて移籍した。2009年2月27日にパドレスと1年契約に合意。スプリングトレーニング中のプレシーズンゲームでは8試合に登板したが防御率8.31と結果を残せず、スプリングトレーニング終了後に ウェーバー工事されたため、ルール5ドラフトの規約で3月29日にヤンキースに戻ることとなった。この年は AA 級トレントンサンダーで12試合に登板後、6月にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリヤンキースへ昇格。トリプル A 級スクラントンウィルクスバリでは12試合に先発登板して1勝4敗、防御率5.10、43奪三振を記録した。 オフの11月20日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。2010年3月12日にヤンキースと1年契約に合意。3月15日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリエ配属され開幕を迎えた。5月10日にメジャーへ昇格し、13日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビュー。6点ビハインドの7回裏から登板し、2回をに アンダム失点1脱三振に抑えた。17日に、ボクサンヒロシが、故障者リストから復帰したため、トリプル A 級、スクラントンウィルクスバリーへ降格。8月21日に最小を格した。最小格後は先発としてプレーし、29日のシカゴホワイトソックス戦では5.2回を5アンダ1、失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。 この年は10試合に登板して1勝2敗、防御率4.50、26奪三振を記録した。2011年は開幕ロースター入りし、先発ローテーションに定着。28試合に登板し、CC、サバシアに次ぐ、チーム2位の16勝を記録した。新人王資格が残っていたため、ルーキー・オブ・ザ・イヤーにノミネートされたが、投票では4位だった。 2012年3月7日にヤンキースと1年契約に合意8月23日に右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした9月8日に復帰この年は故障で離脱したものの28試合に先発登板して12勝8敗防御率5.02153奪三振を記録したニューヨークヤンキース時代2013年4月27日に 右の三頭筋を故障したため故障者リスト入りし、その後復帰したが5月30日にトリプル A 級スクラントンウィルクス割に降格。6月23日に最昇格した後は2寒風を上げるなど好調で、規定投球回数には届かなかったものの、先発投手の中心として活躍した。2014年1月17日にヤンキースと330万ドルの1年契約に、 合意し、開幕ロースター入りした。4月20日に、右肘内側側腹副人の損傷で、15日間の故障者リスト入りした。トミー・ジョン手術を受けるため、4月24日に60日間の故障者リストへ移動した。4月29日、手術は予定通り取り行われた。この年は故障の影響で4試合に登板し、2勝2敗、防御率8.27だった。 2015年1月14日にヤンキースと330万ドルの1年契約に合意した。6月24日のフィラデルフィアフィリーズ戦で約14ヶ月ぶりにメジャー復帰し6.2回を無失点に抑えて復活の白星を挙げた。結局この年は17試合すべてに先発投手としてマウンドに上り6勝を挙げたものの負けが込み防御率も5.00台に終わるなど、 完全復活とはならなかった。2016年、ヤンキースでは7勝6敗と勝ち星を先行させたが、防御率は4.90と内容は今一つだった。2016年8月1日にトレード期限最終日に後日発表選手のマイナーに選手との交換でピッツバーグパイレーツへ移籍した。移籍後は投球内容が改善し、11試合64.2回に、 登板して5勝2敗、防御率3.06、3関東で、支球はわずかに3つだった。オフに、FA となったが、パイレーツと3年2600万ドルで再契約した。2017年は、シーズン開幕前の2月8日に指名投手枠で第4回、ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に、選出された。 同年のレギュラーシーズンでは31試合に先発し11勝14敗、防御率4.14という成績であった。2018年12月11日にヨルギー・ロサリオとインターナショナルボーナスプールとのトレードでホワイトソックスへ移籍した。2019年オフの10月31日に FA となった。2020年1月13日に タイガースと150万ドルの単年契約を結んだ。オフの10月28日に FA となった。2021年1月26日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。2021年3月25日フィリーズからリリースされた2021年4月12日コロラドロッキーズとマイナー契約したと MLB トレードルモアズが発表したスリークォーターから 最速97.9マイルパワー、平均93マイルパーワーの2種類の速球を中心に決め球である平均80マイルパーワーのカーブ、その他に平均86マイルパーワーのチェンジアップ、平均87マイルパーワーのスライダーなどを使う。2014年までは速球はフォーシームが主体であったが、2015年以降はツーシームが主体となっている。 脱三振率はメジャー通算6.8とあまり高くなく、主にツーシームなどで打ち取って取るピッチングスタイル。ありがとうございます。